中山競馬9レースワンアンステークス4歳以上3勝クラス芝外回り 2200m13 頭が出走して行われます。4コーナーからのスタート、枠入りは順調、各馬についていた係が離れます。最後の枠入りはウィンキートス、13番ゲートに促されて入ります。ゲートインが終わりました。スタートしました。横一線のスタートです。まずは1コーナーを目指して先行争い、真ん中で押して6番アンティシペイトが出ました。アンティシペイトが逃げます。追っていく11番モンブランテソーロ、2番手につけて13番ウィンキーと外3番手並んで4番ネプチュナイト、3番ヒシビクトリー、3番手3頭、その後10番クラベルを中に、内1番ピッチカート、外は5番のダノングロバールです。この中段馬群の後ろに12番エアジーンがつけて13頭ゆったりと1コーナーに入っていきました。主導権は6番アンティシペイト、リードが少し広がって2馬身、2コーナーに差し掛かります。11番モンブランテソーロが2番手、まもなく外回りコースに出るところ、3番手2頭で外13番ウィンキートス、内が3番ヒシビクトリー、外回りに出ます。5番手が4番ネプチュナイト、並んで10番のクラベルです。その後もほとんど差がありません。内1番ピッティカート、真ん中12番エアジーン、外5番ダノングロワール、1段奥深い向こう上面に入っていきます。前半の 1000m の通過1分4秒前後、中段馬群の後ろを追走するのは内7番バリングラ、外は9番ウィナーポイント並んで、後方2頭ここも並んでいます。2番マイネルきらめき、8番エフェクトオン、わずかに最後方コースピッチが上がって、これから3コーナーに向かっていきます。先頭6番アンティステイト、リードがだんだん詰まって体半分差、11番モンブランテソーロ2番手800を切りました。13番ウィンキートス3番手、4番手インコースが依然3番ヒシビクトリー、これに並んで4番のネプチュナイト、動いていったのは5番ダノングロワール、4番手の外目に上がっていきました。その後10番クラベル、8番エフェクトオンも後方から上がって、馬群がぎゅーっと凝縮して4コーナーカーブ、その後が12番のエアジーンです。400を切って4コーナーカーブ、わずかに先頭をキープは6番のアンティステイトル、直線コースに抜きました。2番手から接近11番モンブランテソーロ、13番ウィンキーとスタントを広がって、4番手グループからは4番ネプチナイト200を切りました。あとは追い上げてくるダノングロワール、エフェクトオンなど、先頭を抜けた13番ウィンキーと100を切る、リード1馬身、2番手追ってくるのは4番のネプチナイト、内粘って6番のアンティステイト、ウィンキーと先頭を降臨、2着6番アンティステイト、3着4番ネプチナイト、この順かと思います。13番ウィンキートス、横山武史騎手、この馬自身は2着続きにピリオド、これでオープン入りです。6番アンティステイトが2着、3着4番のネプチュナイト、この順で入っています。勝ちタイム2分15秒7、上がり場ゴールまでの 800m 46秒8、 600m は34秒7でした。中山第9競争ワンガンステークス実況でした。勝ったのは13番ウィンキーと3勝2番人気 4.2 倍、2着6番アンティシペイト4番人気、3着4番ネプチュナイトは3番人気です。中山競馬10レースソーズステークス、スタート1800メートル16頭立て、ウィン5の対象2レース目です。スタートコースのコンディションは9レース前に寮に乾きました。冷たい風が吹く中山競馬場、その風を正面から受けて各馬の枠入り16頭、帝王フォースが16番ゲートに促されて入ります。ゲートインが終わりました。スタートしました。やや11番フィードバックが後方からになりました。先行争いは一戦の中、8番名村亀太郎がじわりと出ます。そして9番バーナードループ、そして13番名将技師が出てきて、名将技師が先頭に変わりそうです。14番デザートスネーク離れた4番手、その後のグループは6番鳥の風神、2番アルドーレ、直後に12番バレッキーが追走、少し馬群はばらけて縦に長い展開で16頭が1コーナーをカーブしていきます。主導権はやはり13番名将技師が取りました。リード2馬身半取って2コーナーです。8番名村亀太郎は控えて2番手、また3馬身空いて9番バーナードループ3番手、これに接近14番デザートスネーク向こう正面に入ります。5番手は並んで、うち2番アルドーレ、外6番栗の風神、その後12番バレッティ、5番メモリーコート続きます。残り 1000m を通過、中段外目が11番フィードバック、その後1番シェダルと3番デアフルームが並んで追走です。向こう上面中間から3コーナーへ、
集団よりも後ろ10番ダノンファスト。前半の 1000m 1分3秒0と計測されました。ダノンファストは先頭まで12、3馬身。その後ろが15番の早やっこ3コーナー。4番カラクスワがいて後方離れました。7番ハイランドピーク。最後方16番のデーオーフォース600を切りました。3、4コーナー中間13番名勝技師先頭リードは体半分。ナムラカメ太郎が2番手から差を詰めて、9番バーナードループ、14番デザートスネーク、3、4番手。その外から12番バレッティがぐーんと上がっていきました。4コーナーカーブから直線に向きます。13番名勝技師が先頭リードは1馬身2番手から接近8番名村亀太郎今度は捉えて先頭に変わる200を切って坂を登るこれをめぐって12番バレッティ追い込んでくる5番のメモリーコー内からの6番の栗の風神ですその後早やっこで残り100を切りました8番名村亀太郎が先頭外から5番のメモリーコーが追って2番手に上がってくる名村亀太郎先頭でゴール2着は5番メモリーコー最後に差を詰めた15番早やっここれが3番手か12番バレッティ、13番名勝馬差し、差がなく続いています。勝ったのは8番名村亀太郎、石川幸人騎手です。一旦は花に立つかの構えを見せて、後位追走。直線力強く抜け出ました。58キロを背負った名村亀太郎快勝。2着争いは5番のメモリーコー。新馬メモリーコーが鋭く追い込んできて、これが2着で。さらにその外から15番白毛早やっこ追い込んで3着のように見えました勝ちタイム1分53秒後上がりはゴールまでの 800m 50秒後 600m は38秒4でした中山10レース総物レース実況でお伝えしました勝ったのは8番名村亀太郎単勝11番人気 28.7 倍です2着5番のメモリーコー8番人気3着15番のハワヤッコ3番人気です馬連の5番8番は186倍馬さんの8番5番は401倍3連複5番8番15番256倍3連単8番5番15番2153倍ですレース確定までもうしばらくお待ちください中山競馬11レース今日のメインレースは皐月賞トライアル第58回高知杯弥生賞ディープインパクト記念 G2 芝 2000m 今年は10頭立てです1着馬、2着馬、3着馬には4月18日に行われます G1 皐月賞の優先出走権が与えられます皐月賞は6週間後この6週後の皐月賞に主役候補として出走することになるのは果たしてどの馬か2対3ダノンザキッドが今2番ゲートに収まりました枠入りあと2頭です6番ワンデイモア少し枠入りを渋ります中山競馬場上空は曇り空芝コースコンディションは良冬に逆戻りしたかのような冷え込みですワンデイモア6番ゲートに入りました最後の枠入りはシュネルマイスター2002勝10番ゲートにシュネルマイスターが入ってゲートインが終わりますスタートしました揃った飛び出し2番のダノンザキッド好スタートを切っていますまず先行争いは4番タイトルホルダーが先頭に立ちます4番タイトルホルダー先頭に立ってこれを追いかける馬は10番シュネルマイスター2番手に上がっていきます7番タイムトゥーヘブン今日は控えて3番手3番テンバガー打ち並んで2番ダノンザキッドやや打ち出しから離しての5番手の追走ですインコースは1番ゴールデンシロップ直後に8番ソーバリアント後方から9番再生ドリーマー6番ワンデイモア現在最後方は5番の鳳凰サンデー1コーナーを回ります主導権は4番タイトルホルダーが取りましたリードを2馬身取っての逃げ2コーナーです2番手単独10番シュネルマイスターで2コーナーをカーブしていきますこれに追いついてきた7番タイムトゥーヘブン3番手インコース4番手が3番テンバガー5番手2番ダノンザキッド先頭との差は5、6馬身で向こう上面に入っていますこのダノンザキッドの1馬身後ろが1番ゴールデンシロップ縦1列になってきました後方8番ソーバリアント6番ワンデイモアが追走前半 1000m 1分2秒6というスローペース9番再生ドリーマーが後方から2投目2馬身3馬身相手5番本王サンデー最後方です800を切ります3コーナーのカーブ4番タイトルホルダーは警戒リードは2馬身半少し広がったでしょうか10番シュネルマイスターが2番手3番手ジバッジバッと7番タイムトゥーヘブン内3番テンバガー4番手600を切りました
今2番手のシュネルマイスターが先頭との差を詰めていきました。そして2番のダノンザキッド、5番手追走から外を回ってじりじりと追い上げていきます。4コーナーカーブ、依然4番タイトルホルダー先頭で直線コースに向きました。2番手から10番シュネルマイスターが追い出しに入った。3番手は7番タイムトゥーヘブン、その後2番ダノンザキッド、現在4番手飛躍を切りました。伸び足どうでしょうか。4番タイトルホルダー先頭、依然リードは2馬身、2番手から接近シュネルマイスター、そしてようやくダノンザキッドは3番手まで、4番タイトルホルダー先頭ゴール、4番タイトルホルダー逃げ切り、10番シュネルマイスター、そして2番ダノンザキッドに3着争い。10番シュネルマイスターが2番手優勢のように見えましたが、2番ダノンザキッドは最後はさすがの伸び足で2着争いまで持ち込んできました。しかし勝ったのは4番タイトルホルダー横山武史騎手、2分2秒0スローペースマイペースに持ち込んで逃げ切り勝ちを収めました。ドゥラメンテ3区のタイトルホルダー、この3歳世代が初年度3区のドゥラメンテ3区重賞初勝利です。タイトルホルダー、シュネルマイスター、ダノンザキッド、この3頭が本番皐月賞に優先出走です。2着は10番シュネルマイスター、そして2番ダノンザキッド、初黒星3着。勝ちタイムは2分2秒0、上がりはゴールまでの 800m 46秒8、 600m は34秒5でした。10番シュネルマイスター、2番ダノンザキッド、この無敗馬2頭を向こうに回して、4番タイトルホルダー、最後まで逃げ足衰えませんでした。到達順すんなり発表されました。中山11レース第58回高知杯弥生賞ディープインパクト記念は、1着4番タイトルホルダー、2着10番シュネルマイスター、3着2番ダノンザキッド、4着8番ソーバリアント、5着3番テンバガーです。確定までお待ちください。中山11レース弥生賞ディープインパクト記念を実況でお伝えしました。勝ったのは4番タイトルホルダーです。ホープフルステークスではダノンザキッドの後陣を拝しましたが、このディープインパクト記念で見事雪辱を果たして重賞初制覇です。単勝は4番人気 17.9 倍、2着10番シュネルマイスター、2番人気、3着2番ダノンザキッド、1番人気です。馬連の4番10番 50.6 倍、馬さん4番10番は万馬券136倍です。3連複2番4番10番 8.1 倍、3連単4番10番2番235倍です。レース確定までもうしばらくお待ちください。